チャオ、あっちゃんです。今日2月の24日、今日のあっちゃん家のお昼ご飯もあっちゃんと2人だけです。で、今週もね、チキラ食べたいと思います。チキラじゃん、満腹ラーメン食べたいと思います。今週はね、ちょっとこれそのまんまじゃなく、いろんなアレンジをしようかなと思って、とりあえずね、ラーメンを、あっちゃん家は、あっちゃんも光るもんやけども、チキラは0秒チキラ、ガッキーがコマーシャルやったんや、0秒チキラ、 YouTuber 見て、チキラお湯はかけませんとか言って、このままパリじゃなく、お湯をかけて速攻食べるパリパリ系0秒ラーメンです。やっぱりチキンラーメンはね、お湯かけへんかったらチキンラーメンじゃない。で、これパリパリも美味しいんやけど、味が濃すぎる、辛すぎる。だからちょっとね、 YouTuber、 あのコマーシャル YouTuber をバカにしすぎかなと。 YouTuber はそこまでバカじゃないです。はい、一応湯はかけます。0秒といっても湯をかけて、かけた瞬間、ん？あれはな、あ、食う人もおるやろ。おるやろけど、かけた瞬間にこれを食べるのよ。ちゃん、ん？ちゃんと、茹で、煮出して。ん？ YouTuber をバカにしてるって言ってるけどさ、あれやん、全員相手じゃないかもしれない。いや、YouTuber、あくまでしない。やっぱり、お湯をかけます。で、お湯をかけて、なっけ、あちゃんと、楽器ちょっとこうほぐして、ゼロ秒どん兵衛と一緒、もうだから入れて、ここをね、あれ見てな、真似してな、味濃いって言ってな、動画は差し終わったで、じゃあ味濃いよ。チキラは今湯煮えたでしょ、でちょっとバリバリだよ。これで湯にエキスが溶け出した分、味がちょっと薄くなってんね。で、美味しくいただける、湯をかけてちょうどの味になってるはずです。万平さんはね、そう思って作ってあるんで、だからバリバリと食べるのはちょっと濃すぎると思うね。だからお湯、そうそう、ベビースターはちょっと薄みやからな。ベビースターじゃなく、これをバリバリ食べたよ。一時期子供の頃好きで、ベビースターよりいっぱい入ってるから食べたけど、喉乾くんよ。なんでこれでちょっとね、ほぐれてくると、だんだんラーメンになってくるね。で、なんだ、粉落としから針金になって、針金からバリ型になんでね、その過程を楽しめる、これがあっちゃん流チキラの食べ方です。満腹ラーメン。で、今日はこれにね、絶対美味しいはずのチーズチキンラーメントッピング、とろけるチーズを入れて、とろけるチーズと一緒に、おいしい、チキラにチーズ合う、めっちゃ合う、おいしい。卵が合うねったらチーズが合わない、わけがない。はい、これね、トマトジュースとか、まあ、昔やったことあるけど、ゆでチキンラーメンを作るときに、トマトジュースを、水とトマトジュース半々ぐらい入れて、ゆでんねん。そこにチーズ入れて、ゆでて、フレッシュバジルポン落とすね。イタリアンチキンラーメン作って、昔々まだブログやってた頃に、めっちゃ美味しいから。まあ、フレッシュバジルがね、まあ、ドライバジルでもいいねんけど、今度やりましょう。ね、イタリアンチキンラーメン。めっちゃ美味しいから。で、ちょっと今回ね、バカなことしようと思ってね。合うのかどうか分からない。台無しになるかも分からない。イカの塩辛チキンラーメン。イカの塩辛ね、ちょっとね、めっちゃ辛す飲んでる。イカの塩辛チキンラーメン。ゴミの日じゃないのにな。いや、おんねん辛す、最近。はい、そうぜ。あ、辛っ。塩辛がちょっと塩辛いけど、これいけるかも。じゃがバターに塩辛つけたら美味しいやんか。あっちゃん知らんかったの。北海道の社員がおって、この人に教えてもらってね。北海道ではじゃがバターにたらことか塩辛とか乗せるんやん言って、そうなん言ってやってみたら、まあ美味しかったよね。
チーズ最高。もうちょい入れよう。チーズもいいじゃん。入れる？全部入れ。もういいよ。塩辛美味しいで。塩辛くなるけど。体には良くないかもわからんけど。絶対は調味料で入れてきた。塩辛。何入れたん？何したん？はぁ、あ、言うてるやん。何入れてきたん？今入れた。今入れた？何入れたん？ソルトバイ？なんでや。あ、ブラックペッパーか。そうそう。ブラックペッパー好きやな。ソルトバイさんが来た。ペッパーバイさんが来た。ちょっとしょっからやけど合うのよ。しょっから魚介の風味が美味しいチキンラーメンってことはさ、昆布とか塩昆布とか入れても美味しいかもわからへん、うん、メガネ曇る曇る言うけどさ、うん、メガネ置いてさ、うん、あれやん、メガネ曇ってもすぐ溶ける気がすんねんけど、うん、ほら曇ってんだよ、うん、今曇った。冷えたよ。うん。すぐ曇っとれんな、そのメガネ。もっと曇ってる時なんてあんの？知らん。ネット曇るとメガネあれやろ？長時間な、うん、つけてたらな、うん、もうずっと、うん。そういう時に、うん。チーズは美味しいよ。塩辛がね、意外と合うよ。塩辛。うん、チーズの塊になった。もうチーズいらんの？まだあんで。もう入れへん？入れてまうで。もったいないし、せっかく持ってきたし。塩辛は入れへんの？塩辛は単体で食べた方がいいの？かぼちゃでも入れときや。かぼちゃ入れんの？いや、かぼちゃも合うかもわからんけど。かぼちゃたまなるやん。そのためになんか考えたよ。チキンラーメン、かぼちゃを添えてないとかなんか作る。うん。かぼちゃチキンラーメン。かぼちゃ入れてみようか。昨日のかぼちゃはここにちょっとあんだけどね。かぼちゃ。なんでもしてしまうあっちゃんです。いや、アクセントになるよ。甘いから、しょっぱいから、ラーメンが。うん、かぼちゃの甘みで。いい感じ、いい感じ。何入れても美味しいの。すごいな。うん、うん、ま、まんぺいさん。タコスつかだ。うん。なんか、イカスミで黒く濁ったよ。タコスつか。見える？見えん？どういう字を書く？その知識いらんねんけど。うん、わかるけど、うん、美味しいね。あちゃん、うん、悪魔って言われたらさ、うん、悪魔ってどう書くんだろう。っていうか、悪意にさ、悪意、悪とかの悪意なんか、魔物とかの魔でさ、うん、もっと悪そうに感じるやん。うん、わー。あの、イカスミ、茶わ、イカの塩辛入れたら、魚介の風味効いて、スープがめっちゃ美味しい。ちょ、スープ飲んでみ。スープめっちゃ美味しい。めっちゃ入れたな。めっちゃ入れないよ。一つかみ入れただけで。一つかみって入れ、つかんだ。美味しいやろ。指でつかんだ、うん。めっちゃ美味しい。塩辛、合うよ。うまいな。うん。あの、魚介の風味が効いてね、塩辛はありです。うん。でもやけど、スープがすごく美味しい、うん、なんか塩辛の塩味、あの、ない、なんだ、肝をスープに溶かす感じ、あっちゃん人生からのあれ入れたからイカスミだから見えるかな。こぼれそう。
うん、汁の色がすごく黒いね。わあ、スープ美味しい。深い深い。チキンラーメンのトッピング。ありです。いろいろ試してみてください。なっちゃんは今回ありやったと思います。塩辛ね。ん？考える人って何考えてんの？考える人？知らん。なんか。ん？何も考えやんとな。下のやつ見てるんちゃう？考える人は何も考えてない。こんな感じで下のやつ見てるんちゃう？じゃあ考えるっていうことは何か考えてんの？いやいや、絶対こうやって下のやつ見てるって、うん、何も考えやんと。あー、スープがすごい深いわ。今度あれやってみよう。お魚を買ってきて、お刺身にさばいて、でそのお刺身にさばいたやつを何がいいやろう、そのまんまで湯かけてだしにしてもいいかもわからんね。だからお刺身みたいなブロック薄切りしたやつをここに何枚か乗せて上から湯かけて、でちょっとこうエキス出して食べるっていうのもありかもわからん。魚介が入ったらすごい美味しい。イカのねこの風味がめちゃくちゃ美味しいね。ってことはさ、あら汁作るときにちょっと多いめの水で作っといて、あら汁に作ったベースのスープでチキンラーメン炊いてもいいかもわからんね。万平さんに怒られんの？スープの味変えるな。ちょっと塩分過多になるかもわからへんけど、塩辛はありです。すごい風味がいい。その分、お湯を多いめにしたらいい。お湯入れたのは胡椒とかぼちゃとな、チーズ。かぼちゃ合うやろ。案外合うな。意外やった。多分スープがしょっぱいから。完食しました。スープまで美味しいチキンラーメン。イカの風味、イカ風味とチキンがすごく合うの。ありです。美味しかったです。イカの内臓って合うのよ結構。だからね、こんな感じで買ったらチキンラーメンそのままもすごく美味しいね。香ばしくて美味しいんだけど、魚介を入れてみるとか、いろんなことしてみてもありじゃないのかなと思いました。ってことはさ、昆布茶でチキンラーメン入れてもいいかもわからへん。あっちゃん結構昆布茶だしに使うね。昆布茶を、作って、それでしゃぶしゃぶしたりとか、鍋、水炊きするときに昆布茶。昆布茶でチキンラーメン作った方がいいかも。味噌汁でチキンラーメン作ったり。味噌チキンラーメン。ありかも。だからその際は4つに分かった。1つかみ、1つかみで入れてみて。最後のやつバラバラ。最後バラバラに。はい、ということで今日のあっちゃんちのお昼ご飯、チキンラーメン、チーズとイカの塩辛、かぼちゃトッピングしてみました。美味しかったです。ごちそうさまでした。日曜日のお昼はゆるくゆるく子供と一緒にご飯でした。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんちのお昼ご飯、チキンラーメン、塩辛トッピング、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。気持ち悪、こんなん無理やわっていう前に一度自分の舌で試してみてください。結構美味しいです。ではまた、ね、バイバイ。無事な娘です。